バドルディおかしいね。ならば過酷なスタイル。甘いぞ。もうじゃが危ない。やべえ、完璧すぎる。あれ待て待て、まずい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 。隠していたという。アーランディアに勝ちたくなかった。見習いやつはぶん殴る。ぶっしょーす。はい、皆さんおはこんばんちは、霊夢よ。ベニリアだわ。あたい、アリスよ、上海。新格闘王への道後半戦だぜ。で、初手は遅延の地を引くクソゲロムと、ゲロムなんてどこにもねえよ。どうせこっちだろ、余裕だぞ。異空の溶岩銃ボルガバッパー、この空間に漂う熱々のエレメントから生まれ、とろけるような灼熱の技を放つ、今まさにあの身を手に支配の主の元へと向かうところであった。炎残してくるわ。甘いぞ。いいぞ。マジででかいわこれ。自信は大差一緒。お嬢様が最強ですわ。甘いぞ。あれ、転がっている間はずっと全身無敵だぜ。上に行くんじゃないわ。次は下だぞ。頑張って避けなさい。甘いぞ。どいつもこいつも無敵ばっかずるいぞ。甘いぞ。あ、聞いた。いい読みだぜ。キルノが削ってくれたわ。あんな役に立たないボロ雑巾が成長して嬉しいわ。苦しゅうないぞ。確かにかなり上手くなったぜ。キルノはわしが育てた。パワハラしてくねてただけのくせにな。異空の怪獣ハイドロアス。この空間に漂う水と氷のエレメントから生まれたワッフルで流れるような格闘の技を操る。主へ捧げる身をオーバーワンとする者に容赦なく襲いかかる。さらに動きが速くなってるから注意だぜ。くらえ、こいつ硬いわ。どうせ壁ぴょんぴょん跳ねてくるんだから先待ちしてやるわ。間接点終わりに当たらないようにしないと。発射。バブル壊れてくれ。絶妙にまだ悪そう。残念だがそこアンチじゃないんだよな。まあ前半終わったし、あのバカにしてはこれぐらいでしょう。空中戦だからカウンターも効かないしね。なんだあれは。バウンドして画面にとどまり続けるやつ。このバブル壊れないんかい。まったくその通りよ。マジで下手に飛んでダメージもらえないから慎重に様子見する。一回水壊れなかったからビビってるわ。うるせえよ。あともう一息。どうせ瞬間移動すんだオン。発射。いい読みだぜ。さすがなかなかに強かったわ。バドルディおかしくね。確かに4人でやったらすごそう。あたいっかーす。もうええ中年。次はダウターの色違いよ。まあザコ兵士に対ガツコツコ言ってるのはいつものことよ。ザコ兵士のなガツクザ。異空の電動シエレトリックダウター。この空間に漂う電撃のエレメントから生まれしびれるようなトリックを次々と繰り出す。何者かの支配下にあり、高い生命パワーを秘めた身のかけらを集めている。エレトロトロにダウターか。全然違えけど、ダウターの色違いなら間接点ジャンプが刺さるわね。そういうタイプかよ。やっぱそこみんな引っかかるのな。あんなのわかるわけないだろ。いい加減にしろ。お前はこいつと戦ったことあるだろうが。けど上空にいれば間接戦の的になるんですわ。危ねえ。推理性能高すぎでしょうよ。シレット地獄もかなり長いの注意だわ。デデデのグリグリ貫通してくるとか爽快なんだよな。うまく抜けつつ間接戦当てるわよ。最後の最後で結構食らったな。無駄なダメージだったわ。全身焼けくそぞい。全員満身創痍。でなんか小バエが4匹見えとるの。ローパーだよ。もうこれはトマトで回復しちゃいましょう。無駄なく全員回復できるぜ。不意生き返ったぞ。じゃあしつこい小バエ駆除。行ってみろ。さあ走れ走れ。長いわ。うわ、後ろでプンプン飛び回ってるぞ。汚いぞ。くらえ。外れた。一匹になってからなんだよな。濡れなす異空の翼暴走ローパーズ。本来スフィアに群がる存在だが、何者かの支配によりあの身のかけらを求め異空を飛び回る。ローパーたちを束ねる親玉といえばあいつしかいない。そういえばそんな風竹属樹下はまた出るんだよな。あ、そういうのを置いてくるタイプ。いっぱい時間差でも突き出してくるから注意だぜ。おならばっか濃くなったよ。やったぞい。こいつ的が小さい上に速いから間欠点が地味に当たらねえ。ダスコト。削れるの早すぎだろが、数多いから飛んでると当たるんだよな。甘いぞ。あのカウンター当たったらでかかった。発射。それもう一発。イエス。最高ですわ。お前の状況どうなってんだ。キルノの体力が見りすぎる。ひもじいぞ。あたいほんと進歩のかけらもないわね。あんたも手のひら返しすぎでしょうが。パワハラ老害。さすがド貧民は器が継ぐほどにしかありませんわ。私はお嬢様の元で幸せです。あたかたうるせんぞ。クラウンのかけらの力を得たローパーの親玉はマホロアが集めた赤き果実を手にし黒き翼の覇者となる。これはかつてカービーたちにパーツを集めさせたことへの因果応報の戦いなのか。まさに因果応報だったんですわ。いい気味ぞい。アワード削りでバーカ。おい、もう3人で4人分戦うわよ。いつも大体そうだけども。あぶね。嫌な予感するから逃げる。ちょっともう一発。ひょっょび動作なさすぎか。この鳥それが分かりにくいんよな。発射。オッケー。ノーモーションでクリスチンの体当たりが一番痛い。さあ弾が飛んでくるぜ。キャラクティックナイトのやつやないか。多分右行くよ。右スコットってなんか残ってんじゃない。こいつらしくの技残してきやがってな。キャラとはまた違う技が出るぜ。ガードっかなのかよ。真ん中に陣取るんじゃないわ。
これは仕方ない、初見で避け切るのはきついぜ。今だ！うおー、ところで一気に壊せー。やったぞい！やはりお嬢様ですわ。さて見事に3人致命傷だが、あたい復活。黙れ！てこのロボね、あなんか前に見た気がする。ゼッコラ。ここは口トマト食べるいい機会かしらねー。この回復がでかい。全然足りないぞあたい。はいはロスはロス。さあ鉄くずを潰してリサイクルしましょうねー、コロンビア。また壊してやるわ。異空間労働抜け、こことは違う別次元より、機械のエネルギーに惹かれて迷い込んできた古の戦闘マシーン。あまたの次元やパラレルを超え、ついに今道なる鋼の巨兵との夢のバトルが始まる。このパンチが一番の攻撃チャンスよ。2回振ってくるわ。順当に削れてるぜ。そしてミサイルはストームで華麗に破壊します。甘いぞ。おもちゃかこれ。やべえ、完璧すぎる。ホームエンドアップは終わりだぞ。終わったわ。終わってないんだよな。まあここにいるの全員知ってるけど。え、そうなのか。あれ、いや待って待って、まずい。勝手に上げなくなってて臭すぎる。そのジャンプがちょうどいいんですわ。甘いぞ。おお、よしでかいわ。大胆と鬼殺しが強い。それかい。どれだ。甘いぞ。効果力技の3人で削り具合がすごい。まあリスの槍もコンスタントに削ってるけどな。くらえ。絶対に当たってたでしょうよ。また最後ちょっと余計な被弾多かったが、まあ私は1ダメージぐらいだから。 OK クズ。そしてレミリアとアリスがアラートと、と言ってももうトマト余裕ないわよ。知ってたけど回復する気はなさそう。行くしかないわ。まあ霊夢がそんだけ体力あればクリアはできるだろう。マコロアとロアが出会ったあの日、彼に対しロアは何かを感じた。楽園へ誘うはずがクラウン奪還の手先となったロアは誰かに止めてもらいたく本来の力を隠していたという。アーランディアに勝ちたくなかったのか。いらない奴はぶん殴る。ぶっしょーす。おい、その初手ぶっぱやめねえか。原作でもしてたわよ。殺す。手前は大丈夫だわ。弾幕が飛んでくるぜ。これぐらい余裕だよな。見つすぎて場所がわからねえ。あと誰狙ってるかもわかりにくいわ。4人だからな。後ろから。あれはしゃあない。あんなのわかるわけないだろ。いい加減にしろ。まだ体力残ってるが、残り2人で頑張れよ。なんだあれ。ここから後半行くわよ。後ろから発射します。甘いなぁ。余裕の完全勝利。ありがとうございました。ありがとうございます。後ろにゴソゴソ学領土敷かれやがって。あと少しダメージもらわず削り切れ。ダーツンエゴフェイントだったわ。この一瞬でとどめさすわよ。また遅延行為される前にな。削り切れ。危ねえ。最後怪しかったんよな。またもや私はダメージ最低限だから。 OK クズクズで、ここに来てマホロアだぜ。てか私死んで回復した方が良かったくね。その説はある。よしゃあ本丸落としに行くぞあたい。ということで口トマト、次回はラスト四天王倒しに行くぜ。じゃあね。上海。まあノーマル卵なら余裕だろ。値でも覚えてるぞ。そこからの3人が問題なんだよな。どうせあとシイタケとクラウンドウィスピーでしょ。ウィスピーってよな。あとマコロアソウルな。